続いてのニュースです。イグジット t 兼近大輝連続強盗事件の人の過去に初めて言及お笑いコンビイグジットの金近大輝さんが29日インターネット上騒がせている件について初めて言及したこの日トークライブイグジットの金パリトーク、お前らとの交流ボリューム2秒の生配信その中でちょっといいですかと切り出した。 10年以上前に金近さんが逮捕された札幌への窃盗事件では、連続強盗事件の指示役、ルフィとされる渡辺勇樹容疑者も逮捕されていた。これが、インターネット上で大騒ぎになっている。直接、ルフィなどの文言は口にしなかったものの、もともと、そういう場所にいたので、それはもう4年前にもともと出ていることなんであれですけど、ちょっと、皆さんにも悲しい思いをさせているかなと思って、改めて、その、 ご迷惑をおかけしていますということを伝えさせていただきたいなと思いまして、本当すいません、その件に関しては、ファ反を悲しませていることを謝罪した。金近さんは2019年にテレビ番組で、かっこいい窃盗事件で逮捕されたことを告白していた。もちろん、今回の事件とは一切関係ないが、あれから4年なたち。まさかこのような形で再びクローズアップされた本人も思ってもいなかったかも。皆さんはもし、誹謗中傷とか嫌なものを見て、悲しいなと思ったときは、 あの、別に本人は、そんなに気にしていないよっていう、気にしなきゃいけないものでもあるんですけど、まあどうしようもないことっていうか、これから僕がどうしていくかということなんで、それはもうこの先もずっと、ふざけ続けて皆さん笑わせていこうと思っているので、そこら辺りは皆さんはあんまり傷つかないようにっていうか、そこだけは伝えたいなということで、とファンに話した。金近さんの過去に何があったかわからないですよ。